1883年の自然からネコオルガンとは一列に並べた猫の尻尾を引き伸ばして鍵盤の元に固定する装置であり、その地声の高さによって並びの決まった猫は鍵盤が押されるたびに痛みで叫び声を上げて音色をなす。このネコオルガンが実際に作られたという公式の記録は残っておらず、あくまで文献の中に現れてきた基礎の一種である。この楽器は フランスの著述家、ジャンバティスト・ベッケルランが書いた、ミューズシャナ、エクストレディー・ベラッチス・レア・ウビザールに登場する。スペイン王フェリペ2世が、ブリュッセルで、父カール5世を訪ねた1549年のことで、ある。この時の二人はまたとなく珍しい行列を目に、することになり互いに喜び合った。まず先頭を行く巨大な牛は左右の角を燃え上がらせ、 その間にもう一本小さな角を生やしていた。お牛の後ろでは熊の毛皮を身につけた少年が耳と音を切り落とした馬にまたがっている。次にやってきたのは輝く衣に身を包んだ大天使聖ミカエルで手には天秤を持っていた。ショットの自然魔術から極めつけに奇妙であったのはチャリオットから流れるこの上ないほど不思議な音楽である。車上には熊が乗って オルガンを奏でているのだが、この楽器には、パイプの代わりに一匹ずつ頭を出した猫が閉じ込められていた。その尻尾は突き出され、ピアノの弦のように使うため固定されていた。鍵盤を叩けば、それに対応する尻尾が勢いよく引っ張られ、その度ごとに悲しげなミャオミャオという鳴き声がするのである。歴史家のフアン・クリストバル・カルビートが記すところでは、猫たちはこのオクターブで、 音が出せるよう正確に並べられているということである。この忌まわしいオーケストラが催された劇場の中では、猿や狼、鹿などの動物が悪まじみた音楽に合わせて跳ね回っていたこの装置は、アタナシウス・キルヒャーがその著書、普遍音楽論で紹介したことでも知られている。キルヒャーの浄土論によれば、音楽は体液を介して、人の精神や体に影響を与え、 奇跡のような治癒効果さえ持ち得るものだった。まださほど昔のことではないが、ローマで再起に富む学者によって、格のごとき楽器がとある君主にそのメランコリーを追い払うために制作された。様々な大きさの猫を入手できる限りたくさん集めて一つの箱に入れた。その箱は特に以下の点に注意を払って作られた。すなわち猫の尾が穴から覗いて、 いく筋かの溝に分けられ、これを通して尖った針のついた鍵盤を取り付けた。猫たちを大きさの順に音の高さで並べ、それぞれの尾に一つずつ尖った鍵盤が当たるように。かくしてこの楽器は君主の慰みのため整えられ、具合のいい場所に置いて鍵盤が叩かれれば猫たちの鳴き声のハルモニーが生じるようにされた。さてその場所で演奏者が指で鍵盤を押し下げると、 尖った針が猫の尾を突き刺すので狂ったようにものすごい悲鳴を上げるが、それは時には低い、時には高い声となる。格のごとき猫のハーモニーは聞き手に大笑いをもたらしたであろうし、ネズミたちにはてんてこまいさせたことであろう。さらに、ドイツ人医師のヨハン・クリスティアン・ライルも物事に集中する能力を失った患者の治療を目的としたネコールマンに言及している。 強制的にこの装置を見せられ、聞かされたならば、嫌ヤ王なしに注意を傾けざるを得ず、つまり患者は癒されるであろうトライルは考えたのである。1869年12月のアメリカの雑誌、ホリオでは、48匹もの猫を用いた、鍵盤楽器、キャットハルモニオムを用いた演奏会が、シンシナティで行われたと報じられている。コンサートは、オールドラングサインで幕を開けるはずだったが、 興奮状態に陥った猫たちが点でバラバラに泣き叫んで伴奏を書き消してしまい大失敗に終わったというジャンバティスト・ベッケルランの音楽家から2010年にチャールズ皇太子がクラレンスハウス宮殿でガーデンパーティーを開いた際に皇太子の持続可能な生活を提言するスタートプログラムに賛同した音楽家のヘンリー・ダグが 鳴き声の出るおもちゃを使ってこの猫オルガンを再現した。この時は虹の彼方にの調べが演奏され、大いに好評を博している。またテリー・ジョーンズはモンティ・パイソンでネズミオルガンを演奏している。アニメ制作会社、ザ・ピープルズ・リパブリック・オブ・アニメーションも猫ピアノと題した作品を発表している。猫の街で人間がこの装置を作るため誘拐事件を起こすというストーリーである。 この短編映画は複数の賞を受賞しており、ノミネートも数多い。アカデミー賞でも短編アニメーション部門のセミノミネート作品となった。ありがとうございます。